はい、こんにちは、入江くんです。いつも動画ご視聴ありがとうございます。キノコ伝説やっていきましょう。はい、ちょっとこれだけ言わせてください。これね、昨日入江くん作ったの、LINE のねオープンチャット、キノコ伝説の、オープンチャットです。これ匿名で入れるんですよね、オープンチャットって。ですので皆さんの LINE アカウントは分かりません。これ中で個人情報とか絶対書いちゃダメですからね。はい、これ QR コードなので、LINE のなんか友達追加の QR コードのところのカメラで多分これで入れると思います。一応概要欄にもオープンチャットのリンクを貼ってありますので、そこからも入れます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、入江くんこのペペマウント撮ったの、皆さん見てくれた？見てない！なんで見てないの？動画にしてなかった？あれ、ライブ配信で撮ったのか。多分2、3日前のライブ配信で撮ったと思います。アーカイブ残ってるんでね、よかったら見てください。何連で撮ったかな？ 10 連では出てないと思う。ね、20連か30連か、どれぐらいで撮ったかわからないんですが、よかったらね、見てください。はい、今日の動画の内容なんですが、まあ、美課金とかね、まあ、ちょっと課金されてるリスナーさんとか見てるとね、結構ね、あれあれあれと思うことあるの。おい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 って。ちょっとなんで、あれやってないのと。皆さんちゃんとあれやってる？やってない！何をしてるの？あれやるのは、早ければ早いほどお得なんだよ。だって毎日取ってくるんだもん。でしょ？はい。あれが何の話かというと、まあ、かなり課金されてる方とかね。まあ、マウントをね、何個か持ってる方ならわかると思うんですが、上級マウントだよ。課金マウントを持ってる方ならわかると思うんですが、これは、白虎のね、駐機場に止めてると持ってくるものです。上級マウントをね、いっぱい持ってる方は、もう、あれをね、毎日毎日、いっぱい取ってきてるの。はい。あれというのは、どれ？あれ、どこ行った？あれ？今あったの？これ！これです。覚醒の書。これ、めちゃくちゃ大事な素材だからね。覚醒のところで、個別のね、レベルアップするときに使う強化素材です。だから上級マウントいっぱい持ってる方はもう毎日何個、もう何個レベルじゃないよ。何十個持ってくんじゃないの？それぐらい集めてるの。でもこれね、課金マウント持ってなくても毎日取得できますよね。皆さんだから一応毎日取得してるでしょ？してない！ちょっと何をやってるの？これめちゃくちゃ大事なんだから、ほら、バイクもね、取ってくる。上級マウント持ってる方は、いっぱい持ってる方ね。ほら、これもね、これまだ実装されてないのかな、このマウント。これも取れるんだって。もう全部取る方もいるからね、マウント。マウントに課金できないとなかなかね、これを集めるのが難しいんですよね。もう取得手段が本当に限られてるから。この覚醒の書、実は課金マウントしかないわけじゃないからね。けど課金マウントを持ってない 99% のプレイヤーが気づいてないことがあるの。実は普通の工場マウント、無課金マウントでもね、覚醒の書取ってくるの。これはどう？水上飛翔はないね。これはないね、さすがに。はい、次はサーフボードもない。さすがにこれにはないか。サーフボードにもありません。はい、次は、浮き輪はある？ないわ。浮き輪にもありません。葉っぱはあるのかな？ない。葉っぱにもありませんよ。はい、ひょうたんにはさすがに、あ、武魂はあるんだ、ひょうたん。え、ないんだって。ひょうたんも覚醒の書ゲットできません。はい、プロペラ飛行機もありません。もう自分の持ってるマウント全部見たんだけど、ないんだけど、覚醒の書。いやいやいや、マウント解放してないだけでしょ、それ。ひょうたんの上になんかあったでしょ、あれ。なんだっけ？なんかあったよね。なんか葉っぱみたいな。これこれこれ。はい、ハスは、ブコンもあるし、なんと、覚醒の書も取ってきてくれるんだって。上級マウント以外だと、ひょうたん以下では多分なかったよね。
もうハスじゃないとこれ覚醒の書持ってこないんだから、このこれね、この覚醒のステータスのレベルを上げるときにめちゃくちゃ大量に必要なので、取得方法がこういう感じで限られております。ですのでね、ハス解放してなくて上級マウント持ってない方、なんかこの覚醒の書少ないかなと思ってた、思ってた、そりゃ取ってくる手段が少ないんだもん、ハス解放しないと。いや確かにね、ハスは、無課金だとね、今解放できるのかな、できてる方います？ピンクダイヤをつぎ込めばもしかしていけてる方もいるのかもしれないけどね、課金してる方で他のところにね課金したりピンクダイヤ使ってこのハス解放してない人いるの？さすがにこの動画見てる人でハス解放してない人はいないよね。いる！ちょっとマスオさんみたいになったけど、そりゃこっちだってハス解放してないって言われたらマスオさんみたいになるでしょう。ですのでこれ見てるあなた、ハス解放してないあなた、今すぐハスをね解放して毎日この覚醒の書ね中期上で、取ってきてください。これめちゃくちゃ大事だから。ピンクダイヤない？知らんがな、そんなの。今までピンクダイヤ何に使ったの？マウント解放をメインで使わないと、ピンクダイヤは。でも確かにマウント突破があるから、そこら辺の日にちが近い時はね、貯めておいた方がいいかもしれません。いやけどこのハス解放は早ければ早いほどいいからね。ね、毎日毎日これ覚醒の書を取ってくるんだから、でしょ。なんか最近同レベル帯の人でねどんどん強くなってね自分が離されていくとかない？あるでしょ。もうこれハスだからね、ハスの覚醒の書を毎日いっぱい取ってきてんじゃないの、でしょ。これ早くハス開けないともう次のマウント突破まで開けれないよ。というか次のマウント突破でも開けない方とかいるんじゃないの？いつ開けるの、ハスを。課金者はもう絶対ハス乗りなさい。もう開けてください。開けてない人はもう怒りますよ。ね。いや、俺はマウント突破まで開けないって。もう課金してるんだから。課金したらいいがな、そこ。でしょ？早ければ早いほどいいんだから。ハス開けるのは。ね。だから今のキノコ伝説で、ハス開けてる人は入江くんから見たら、あ、この人よくわかってるなって感じ。でさっきも言ったんですが、これ完全に無課金だと今ハスいけるのかいけないのかちょっと分かりません。これいけた方はコメントでいけたって書いてくださいよ、ハスいけましたって。で無課金の方でね、仲間ガチャにねダイヤ使ってる方が結構いるみたいなんだって。あれはおすすめしないからね。もちろんね強い仲間もいるんだけど、それならねまだ、技能ガチャの方がいいと思います。はい、ということでして、マウントハスを解放すると覚醒の書を中期上で止めると持ってくるということです。マウント突破の日にちとの兼ね合いになるかもしれませんが、早めにね、ハスを解放した方がいいかと僕は思います。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。そして TwitterX、@入江くん8 のフォローもお願いいたします。概要欄にあります。そして作りたての、キノコ伝説の入江くんのオープンチャットありますよ、これ。概要欄に貼ってありますので、ぜひご参加ください。それでは次回の動画か生配信でお会いいたしましょう。